ゲームスタートです。早速決めた飛鳥山チェリーブロッサム、ワンポイントです。6番安治神選手のシュートです。カットボール、ショットクロック残り3秒です。飛鳥山チェリーブロッサム、ワンポイント。17番品田選手のシュートです。INU やった、リバウンドを取った、攻めていく、ワンポイント決まりました。33番鈴木選手のシュートです。飛鳥山チェリーブロッサム、ワンポイント。17番品田選手のシュートです。さあもう一度攻めていきましょう。ツーポイント決まりました。3番田中選手のツーポイントシュートです。ファール。INU秋田にファールがありました。ファール。 INU 秋田にファールがありました。飛鳥山チェリーブロッサムにワンスローが与えられます。決めてきた。17番品田選手のシュートです。リバウンドを取ったのは飛鳥山。ノーマークシュートは決めてきた。17番品田選手のツーポイントシュートです。ファール。バスケットカウント。INU秋田にワンスローが与えられます。バスケットカウント、 INU ファールです。ワンスロー。飛鳥山チェリーブロッサムにワンスローが与えられます。6番安治神選手のシュートです。ボール。現在8対5で飛鳥山チェリーブロッサムがリードしています。さあまだまだ分からない戦いです。一本ディフェンス、飛鳥山ワンポイント。82番新保選手のシュートです。決めました。3番田中選手のシュートです。飛鳥山チェリーブロッサム、ワンポイント。82番新保選手のシュートです。 INU 秋田、飛鳥山チェリーブロッサム2ポイントです。17番船田選手のシュートです。
ファール。飛鳥山チェリーブロッサムにオフェンスファールがありました。切り込んでシュート決まった。91番牧野選手のシュートです。飛鳥山チェリーブロッサム2ポイント。17番ファール。飛鳥山チェリーブロッサムにオフェンスファールがありました。切り込んでシュート決まった。守りたい秋田。飛鳥山チェリーブロッサムにファウルがありました。残り時間6分9秒。トラベリング飛鳥山チェリーブロッサムボール。飛鳥山決めました。ワンポイント。82番新保選手のシュートです。攻めたい秋田。飛鳥山ボール。ボールを取った。ILU ボール。ワンポイント。7番立山選手のシュートです。バイオレーションです。ナイスディフェンス。 ILU 秋田選手交代です。15対8。アイエリーアクタ決めました。3番田中選手のシュートです。ワンポイント。17番品田選手のシュートです。惜しい。秋田が攻めた。ボールを取ったのは飛鳥山。決めました。2ポイント。17番品田選手の2ポイントシュートです。飛鳥山決めました。17番品田選手のシュートです。 ILU 秋田2ポイント。91番牧野選手の2ポイントシュートです。守りたい秋田。ファール。
IMU 秋田にファウルがありました。さあ飛鳥山残り1点以上取れば勝利となります。守りたい秋田、ノックアウト決まりました。試合終了です。21対11で飛鳥山チェリーブロッサムが勝利を収めました。おめでとうございます。